はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。シーズンマッチあります。今日はですね、あれですね、僕の作りたかった理想の S8 ができたのでやっていこうと思います。S 枠はヘスティア、ビブサニア、トゥールラ、キンマモン、ウズイ天元さん、エンマ、バホメット、そしてヴィーナスですね。ってことでやっていきたいと思います。早速チャージゴマが2枚来てしまった。強いバホメットとウズイさんが来ましたね。まあヘスティアを取ってくるか、またまたそっちか。まあ特に引けなかったらバホメット行くんですが、おう、ウィブサーニアが来ましたね。そしたらウィブサーニア打ちます。3ターン入れましょう。えぐいですね。バホメット次打って、どうしますか。てか相手も祭りからのダブルオーラなんですけど、やばいやばいやばい。火力がえげつないことになる。来い。おい。バホメット打つしかないな、これは。バホメット打ちの、で、ヘスティア返されたらヘスティア打ちの、天元さんですね。飛ばせるかな、これ14000。いけると信じてやりますか。お相手もねダブルオーラなんでね、下手したら2ターンで飛ばされる。ひえ5000。強い。じゃあヘスティアいきます。で、まあ、いや2枚返ししてコンボ確定させに来るんじゃないんですかね。これはどうだ。でウズイさんが5000チャージでしょ。でヘスティアがコンボで2800でブリンクで1600、1万ぐらいは出せそうですね。いて確実に次のターン飛ばされるんで、ここで天元さんのチャージが5000。はい、気持ちいい。これができるからチャージ2枚のね、この構築をやりたかった。はい、最強。気持ちいい。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。アポロン、HP 高いですね。いきましょう。おっつー、ヤクマ、手駒ロックされますがですよ。なんとなんと釣られるのはヘスティア。ひどい。いきまーす。アタックが低いんでね、ヘスティアが釣られます。そして手駒には S 駒が3枚。えぐち、仕打ち。仕打ちか。仕打ち金マモン強い。ガガガ、まあ行きますか。トゥールラ、今一番スキルバッジがついてほしいコマ、トゥールラ。そしてお相手が出してるコマも今2番目にバッジがついてほしいコマ、アキンマも、おヴィーナス、相手も S レンダー、こっちも S レンダー。はい、ヒロシー。まあ、まあまあまあヘスティア打っちゃっていいんじゃないですか。まあウズイさんとバホメット引いてますしね、これでいいでしょう。なんだかんだトゥールラのおかげで、相手とのね HP の差ができてます。X にブランジェッタか、どうしようかな。エンマも、エンマいきます。吸収吸収、おら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 。強い。なんだこの強さは。で、でですよ。で、2枚返ししてくるか。どうしようかな。ブラジとバイセ取りたいっていう気持ちはあるんですけど、まあでも僕にはね、ウズイ天元さんがいるんで、ウズイさんがいるからもうつなげちゃっていい。これで、これでいいっしょ。はい、大ダメージ。で、キンマモンが切れます。で、
バフォメットを取ってくるか、エンマを取ってくるか。まあ、エンマがね、そのまま残れば、ウズイさんとコンボできますし、まあ、バフォメット残っても、ウズイさんとコンボでいける。完璧じゃないですか？まあ、アポロン撃たれます。いてーまあ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 、一番近く食らいますがね、僕の手駒には、第2のチャージ駒。天元いきまーす。はい、音の呼吸はい、大ダメージ2ターンで削り切る。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ、駒投げをさせてください僕に。バチコーイ。はいはいはい。うん、まあ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 いいでしょう。バハシ引けてるの OK。このね、ビビタル200ダメージが相手にチクチクとダメージを与えていく。そしてウィブサニア、やっぱね、こういう駒を引いていくのが大事なんですね。まあとりあえずね、まあ初手は必ずヘスティアを打っていくと。はい、レニアド、知らん知らんもうこれはね、回避のしようがないんで。はい、200ダメージ。で次のね、引きのトップ引き、ここで S を引いておきたい。ブラダマンテで、僕は次ウィブサニアを打つんでね。はい、最高。バフォメットマジで最高。ナイスで、ウィブサニア打ちます。で次のターンヘスティアが帰ってくるじゃないですか。もうそしたらもうヘスティア打っちゃうかな。あり。まあこのデッキはね、ヘスティアを何回も使わなくていいんで、まあ2回打てればラッキーっていうような感じですね。そしてダブルオーラ。エンデガか。ありがてえ。ダメージをそこまで出されない。ただダブルオーラは強い。マジンコですよ。どうしよう。まあただ角行かれるの嫌だから、角じゃねえ。E4 に入られるの嫌だからこっちから行きますか。で、次中入ってコンボしてっていうような感じでやりたいんですが、トゥールラやばち、トゥールラはやばい。なんか引けない、B ゴマ。やばい。打つしかないから打ちますがね。どうだ？これ2手耐えれるか？大丈夫かな？ここで、C1 に何を打たれるか。どうだ？やばいぞ。これ、ヘスティアが帰ってきたらヘスティア、バハムート、なんでだ？なんでダブルオーラからトゥーララとバハムートが飛んでくるんだ？痛い。やばい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 やば。まあ2枚返しに抑えるとして、まあこっちか。こっちで、で、トゥールラのコンボいくつだ ?83、2400。で、多分バハのコンボは2倍近く出るから。でも、エンデガは切ったでしょ、ブラダマンテも切ったでしょ。何がある？竜ゴマ？グエリアスとかだときついか。さすがに。何が出てくるんだ。おー、やめて。グエリアスと、ダメ。っていうともダメ。え？グレリオ？それは、飛ばない。危ねえ。まさかの貫通駒のこれが入ってるなんてね。まあでもギリギリ耐えました。いきまーす。GG。まあ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 。勝ちは勝ち。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、です、よろしくお願いします。神ターン、神ターンはあ、キーマモンが引きたい。引きはいい、とてつもなくいい。初手ブラザマンって発動しない、ありがたい。まあ、この B ゴマね、 B ゴマのアタランテがどこかで活躍するかもしれない。まあ、どっちかっていうとファヌエル君とか引きたいんですけどね。通常と特殊どっちもカットできるコマがいい。え、こっち、このアタランテ特殊しかカットできないんで、そっちか。どうしようかな。はーい、キンマモン、最高
ヘスティア、キーマモン、トゥールのパフォーメット全部投げていきたいと思います。気持ちいい。これができるからやめられねえんだ。ミューズは聞いてないな。ちょっと聞いてない。それは聞いてないわ。ダメだよ、ミューズは打っちゃやめてくれよ。ミューズはダメだって。いけトゥールラで、2、4、6ハート。まだおきくるみは発動しない。そっち返してくる。じゃあヘイ。まあこれはね、こう特殊火炎カットでですよ。もう一度カットってしてかな。さあ盤面を積むか、相手の攻撃が先か。まあ、ただまだあと一旦金魔もは効いてるんでね。エンマ来たな。まあでもこっちだな。特殊をカットしましょう。特殊をカットしますでしょ。しまして、そしたらバホメットを打つかエンマを打つか。エンマで、そっちか。まあ、そっちに打たれたら、はい。いやー、これはなー、エンマだなー。いや、違うな、こっちか。まだか。次エンマだな。そうでしょう。これで回復 C の、でももしかしたらね、マジ、金馬に当ててくるってことある？それとも、やっぱり E6？ それとも、アタランテで当ててくるか。さあ、どっちだ？どっちなんだい？ただね、火力はえぐいでしょう。結構な火力が出ますね。いてー。4000回。どうすんのこれ。いやいやいや。まあ、エンマか。エンマでいいや。どんだー、キーマモンの火力だけ。高いよー。で、次。まあ、次、バフメットとキーマつなげば終わりか。これ。まあ、ジーク打たれますけどね。火力はね、えぐいですね。7000って、1枚返しで7000って。やっぱりミューズとね、金麦を置いた神ターンは最強ですけどね。まあ、それ以上に僕のこの S 投げの方が最強。無敵ってことですね。火力えぐ。金馬だけで1万近く削ってますからね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。わーお、また神ターンか。金馬引け、金馬。金馬来ない。怖いんですよね、神ターンは。金馬引かないと。まあ、ヴィーナスがいるか。僕にあとヴィーナスもいる。まあ、どっちか引きたい。逆に、どっちか引かないと、ワンパンでやられますからね。プティも引いてますし。まあ、僕にはロックがないんで、プティを出す手段がありません。さあ、どうする？X と、X かー。この引き大事ですよ。ほい、パーハシュー、こんにちは。上逃げします。逃げるしかないっしょ。で、ヘスティア返されるかな。どうだろう。2枚返しされるか、追ってくるか。追ってくるのはなさそうだけどな。どうですか。おいちさん、やっぱヘスティアを、ミューズだー。神タンのミューズ率高いって。なんでみんなそんな引けるんだよ。まあでも強気に行こう。行くしかねー。突撃ー。まあうずいさんもいるんでね、飛ばしに行きたいという気持ちはあります。はい、とてもあります。あるんですが、厳しい。ここのミューズ怖すぎる。いた。はい。あー、来ちゃった、アタランテ。まあ、じゃあ、もう、天元、うずいさん行くしかない。行け。はい、いいダメージ。気持ちいい。なんだ、このダメージは。まあ、ただミューズ繋げてくるか。どうだろう。いやー、ウィブサニア取ってくるか。ウィブ取られたらどうしようかな。まあそれこそ S ゴマ引かないといけないんですけどね。もうここからは
トップ引きで全てを解決していくしかない。トップ引きのこしらになります。ブレイク、あ、ブレイクか。ブレイクならまだワンチャン。トゥ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 ールラ、行ってこいトゥールラ。回復だ、回復しろ。ほら、よし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 、ナイス。んで、お相手さんどこ行っても一応僕のコンボがあるから、まあ2枚返しか。で、ダメカットは効かない。で、相手はプティートミューズのバフがかかってる。で、 S ゴマが2枚見えた。さあ何が飛んでくる。エンデガとかか。もう、おう、ラウムシュート。エンデガよりやばい、この機体。いてぇ、一人で8000も出すなぁ。えぐいって、うわぁ、やべぇ、ここに来てバッハシュ2枚、終わったぁ。これは、負けたかもしれない。削れない。1000は回収、回復して、まぁ、あ、6600と。さあこの2枚のコマ。その右と右から2番目。何が出てくる。やめろ、アタッカーいるな。神谷様、もう結構 S ゴマとアタッカー切ったでしょう。はい、シェムケリー勝ったか。これはさすがに、えい、ビナが来ましたね。これはね、まあウィブサニアとコンボすれば勝ちでしょう。さすがにシェムケリーの 75% カットじゃ、耐えれませんよと。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ぬらりひょん、いきましょう。引きはすこぶるよし。いきます。っていうか早いですね、今年も。もう3月。こうやって僕も動画配信して、ぺちゃくちゃ喋って、いろんなコマ使って鬼滅のコラボとかやってたら、もう3月。3月ってことはあと少しで鬼滅コラボが終わってしまう。あれ、そんなか、もうそんなか。なんか気づいたら鬼滅のコラボ始まって、鬼滅のコラボ終わってるんですけど、まあまあまあ楽しかったんでいいんじゃないでしょうか。まあまあ心残りがあるとすれば、まあゲットできてないキャラがいるっていうことですよね。うん、魔の渦井さんと、イグロさんが出ませんでしたね。僕はこの2体だけ出なかった。っていうかね、今回の鬼滅コラボガチャチケットとタンドリあったじゃないですか。僕そこで1体も S 出なかったんですよね。タンドリできなかった。悲しいことに、全部ね、自分のガチャからね出しましたね、11連ガチャから。こっち行こう。まあでもね、取っておきたかった善逸炭治郎で、神の渦井さんで、義勇富岡さんね、富岡さんはゲットできたんで、まあ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 一応ね、それはね良かったです。まああれはね、この神の渦井さんとかね、富岡さんはね絶対どこかで使う場面が出てくるんで、特に富岡さんなんてね、シーズンマッチでも出てきますから。ということで、どうなってる？まあ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 、でも、盤面はいい感じになってるな。アルカード。で、エーバー4のコンボが使える。何打つかな？何打つかっても、トゥールラでしょ。何打つか？そう、トゥールラ。強い。で、これでダメージを与えます。6000、残り6000。どこに打つ、どこに打たれてもヘスティアのコンボがある。強い。ヘスティアを残されてますが、この残されたことによってどこにコンボや行ってもコンボがあると。で、渦井さんが 3600？ もう打っちゃう。ヘスティアとのコンボで大ダメージ。今日でいい。見てください、盤面がカオス。はーい、哲也ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。来ました、ラニー。HP は26。攻撃寄りか。まあでも、この体力だったら削り切る。いてー、ショッテベルグレーでいてー。
ヘスティアと同じぐらいの火力を出すな。マジで一人でヘスティア並みの火力を出すな。ただ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 、まあ、次エンマですね。エンマ打ってのバホメットスタンバイ。もう最近ねやっぱバホがね需要が上がってきてますね。うん、まあ、マモンも出てね、毒の需要が上がってきておりますからね、まあ毒罠とかを入れてねやるのもありなんじゃないでしょうか。特に魔法生なんかだったらね。まあでもな、うん、まあそしたら暗黒が増えるんでしょうね。で暗黒が増えると、暗黒夫婦はもうアンチヒールか、アンチヒールで対処しましょう。そしたらいえー、どうしようかな、これ。まあヘスティア X 打っときますか。いけー、はい。そしてエンマの吸収、エンマ強い、普通に強い。あんまり出されることはないですけど、やっぱね、やっぱマゴマのね需要っていうか股に入る駒はね、多すぎてエンマの枠がないんでしょうけど、まあ久しぶりに出されるとエンマは強い。いきまーす、バホメッツ。ほら特殊雷撃、毒すべて与えていく。いいですね。で罠ゴマ、ヘスティアお帰りヘスティアして、何がいいかな。まあまあまあでもこうか。でこれでダメージ与えておけば、次のターンバホメットとビナをぶつけてやればいいんじゃないですかね。コンボで、コンボだ、コンボだ、コシアンってことで、まあロックとかが来ない限り大丈夫か。ロックが怖い。うーサタン、あぶねー。マラニこれマラニだったのか。で何引きますか。バッハッシュですけど、まあバホメットと、いやいいか、あのエンマとつなぎます。3000出てくれるんで特殊、はい、気持ちいい。盤面に S ゴマしかないの気持ちいい。はーい、大佐ありがとうございました。次行きます。はーい、大佐よろしくお願いします。行きましょう。はい、おう、ヒロシヒロシ。まあ、うずいさん引いてるのはねありですね。さあブリンクしていきましょう。まあ、次の引き、この引き大事。まあ、最悪博士じゃない、ヒロシを打ちたいと思います。アガサヒロシです。博士じゃない、ヒロシです、間違いないだ。あ、ファネル君、ファネル君打ちます。ここでファネル君打っておくことによって、いや、まあもしも B さんとかから入ってきた時にダメージを出すなというような感じですね。シェムケリー、わお、おかえりヘスティア。じゃあ何打つかって言ったら、まあ、S ゴマを投げるべきなので、ここにヘスティアを置きます。まあ雷撃ダメージなんでカットは無効ということで、そして次打つ駒がない、まだ天元さんじゃない、うずいさんじゃないです、まだうずいさんじゃない。うずいさんはもっとチャージしてから打たなくちゃいけないんだ。5000チャージさせないと、バージュー。事故りました。まあヒロシ行きますか。この400吸収が世界を救う。まあね、吸わない B より吸うヒロシ、これでいきましょう。こういうことなんですね。あー、祭りだー、お、祭りが来てしまった。ダメだ、おしまいだ、もうダメだ。ブロリーとね、対峙した時のベジータみたいな感じですね。やばいですね、祭りは本当にやばい。本当にやばい。そしてダブローラ、マジでやばい。もう伝説のスーパーサイヤ人のブロリー並みのやつが出てきたような感じがするんですけど、これマジでやばいんですけど、どうすればいいの、どうすればいいの、僕ね、助けて、どうすればいいんだよこれ、やばいって。ルキア、マジでルキア、嘘、ルキアでいいんですか、そこルキアでいいんですか、マジで。まあこれ出ちゃいますけど、こう
どうでしょう、もしかして角取ってきてくれません？角いけ、角角角角ね、角だ。武器やコンボないし、角いけるよ。角空いてる、角空いてるね、角だよ角。よー、角きたー、ありがてー。僕の引きはエンマ、エンマか、エンマは使う。いや、ウィブさんによるとこんな、ウィブいきまーす。で、相手の駒が5枚になるから確定、うん、確定でウィブはマックスの火力で、天元さん取んな、天元取るな、まあ、天元取られてもいいか。お、バハムとかいてー、やばいやばいやばい、ギリ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 耐えたー、あぶねー。で、エンマしかないですけど、まあここはね、行くしかない。まあ通常もかなり入るんで、飛ばせー、これがエサチの力じゃーい。はい、気持ちいい。はーい、大佐ありがとうございました。はーい、大佐よろしくお願いします。行きます。てか思うんですけど、スキンポイントってあるじゃないですか。で、3月になったんで、そろそろスキンポイントを獲得できる何かやってほしいんですよね。まあ、課金でもいいんで、うん。早くね、プロフィールを進化させたい。で、プロフィールのキャラに、大竹二木を、したい。大竹二木にしたい。もう600ポイント早く貯めて、大竹二木を買いたいんですよ。だからどうかお願いします。ねえ、なんでもいいんで、スキンポイントを獲得させてください、僕に。うん、それだけですね。何これ、エンマ、どエンマも、で吸収して毒ダメージ、はい、お相手と HP 逆転、オセロニア。まあまあまあ、うん、リッチか。ヘスティア戻ってきませう。来たらどうするか、何言うとっかな。まあまあまあ決まってるんですけどね。こんなもんヘスティアに決まってるでしょう。で、雷撃ダメージ与えの吸収で毒、これでね、相手とのね、体力がね、ここまで開くと、うん、やっぱ吸収とかね、あとトゥールだのね、回復が偉大っていうのは分かりますね。B ゴマ、 B ゴマ来い、 B ゴマ来たー、ヒロシー耐えたー、ナイスヒロシー。やればできる子。バハシが釣られなくて済むし、これで1600のダメージ与えて吸収で毒。一方的にやれるぜ。で、ヘスティア返して、あー、トゥールラか、それは強いわ、トゥールラは強いわ、うん、それは強すぎます。まあでもね、僕も引いてるんで、まあ、打つだけです。打つべし打つべし、ヘスティアを打つべし。で、まあ次のターンバホかな、どうしようかな。まあ早めのバホですでいいかな。まあ相手の体力が残り1万あると思えばいいと思ったら、リポーズでもっとある。ふう、回復するね、回復しますね。うん、当たらんて、マジか。ここで B ゴマ固まるか。まあでも撃っちゃうんだな、撃っちゃいましょう、ほらーい。で、吸収してのバホメツ、残り3500。飛ばせる駒なんだ、まあヴィーナスとかが来れば。あ、ダメだ、多分ヘスティア返されんな。僕の予想、ヘスティア2枚返しされるな。撃ってくるかな。あ、そこにビナー、マジか。ヘスティア返されないと。おーい、おお、音の呼吸か。まあ多分次ウズイさん撃てれば勝てるんで、まあ当てときゃいいんじゃないですか。まあ、あ、やべ、バッテリー充電してないのがバレちゃう、バレてしまう。でもこれで、まあ、残り体力1万、アポロンは必ず耐える、んだから OK、 もう負け筋ないでしょう。金馬張られても
大丈夫でしょう。宇髄さんを舐めるなと、アポ打ってきましたね。おかえりブリンク、おかえりヘスティアですが、ここは耐えての、いきます。最後は、本日の主役宇髄天元さんに決めてもらいます。はい、気持ちいいバーシュのどこも地味に効いてるんですよね、これが。はい、対戦ありがとうございました。